き返されてきました。ポイント伊藤です。そうラブワン。伊藤バックで返します。あの伊藤の持ち味のバックのレシーブでしたね。はい、今の2本を見て分かるように、フォア側から攻めようとしてますね、伊藤選手。うまくフォア側に攻めて崩そうとしていると思います。サービス多彩な伊藤のサービス2本です。長崎がレシーブで捉えました。ちょっとサービスが甘かったですね。思ったよりも長かったのかなというふうに思います。少し台から出るような長さになりましたね。多分こう出るか出ないかに出したかったと思うんですけれども、ちょっと出すぎましたね。今度は短く横回転かけてきました。2-1。今ネットに当たっていたようです。サービスもう一度。アウトです。ポイント長崎。今のレシーブがチキータレシーブですね。さあまた長崎にサービス戻ります。伊藤のフォアを先ほど2本サーブで攻めてきました。また短いフォアを攻めてきます。やっぱりバックでチキータをやらせてしまうと伊藤選手、あまりいい展開にならないっていうふうに思ってると思うので、できるだけ長崎選手のフォア前から崩そうとしてますね。テープという意図もあるんでしょうか。はい、でも長崎選手ちょっと分かっていると思うので、うまい具合にミドルとバックをもうちょっと入れて意識させて、またフォアを突くという方が、こう長崎選手やっぱりこう待っている場所にボールが来るとすごく強いので、いかに動かしてこうチャンスを作るかっていうのを気をつけた方がいいと思います。今伊藤はフォアに振って1ポイント取りました。先のサービス2本。伊藤はチキータで返していきますがオーバーです。この伊藤へのサーブですが、伊藤よりフォア前ですね、右側の奥の方サービス対応していますね。そうですね、このチキータを封じ込める方法の一つとして、ちょっと長めにサーブをすることによってちょっとレシーブがしにくくなるんですね。ただちょっと紙一重で出てしまうと攻撃されてしまうので、そこのバランスが大事です。そんなロングできた。ミスを誘えました。アウトです。今長崎と打ち返します。今はかなりモーション小さめで打ち返していきました。今の2球は両方ともちょっともったいないミスですね。でもそういったミスを拾っていくっていうのも伊藤選手の強さなので、さすがだなと思います。今伊藤フォアで打ち返すって思います。フォアに振っていきましたがオーバーです。ポイント長崎。すごくいいレシーブでしたね、今のボール。このフォアに振られた時のレシーブですね、はい、ここでやられていたんですが、今度はポイントをものにしました。今度は伊藤、少し真ん中寄りに立ち位置を変えてのサービスです。またフォアに振っていく人、右の選手と右のポッケ、左の選手と左のポッケっていうふうに言われますね、はい。ポイント長崎です。ちょっとボールが短かったですね、伊藤選手。もう一歩前に足を踏み出してたら入ってたと思います。8-9。またチキータで返す。先に10ポイント目は伊藤です。いいレシーブでしたね、今のは思い切りました。この伊藤の、まあ、フォア前のサービスは多くなっているんですが、はい、このチキータ一発で決めた伊藤。さあゲーム再開されています。第1ゲームまず伊藤が取りました。ゲームと伊藤、第1ゲーム11-8、長崎失礼いたしました。この準々決勝からコート変わっています、失礼いたしました。伊藤のサービスから始まります。ワンラブ点でしょうか。今はでもちょっとアップが入ってましたね。なので長崎選手つついてしまって浮いて打たれてしまいましたね。分からないっていうような伊藤選手のサービスです。
浮いてしまった。ラブポイント連続伊藤。またこの後前ラブ3レッドです。ネットに当たったボールがサービスで相手コートに入りますとサービス打ち直しです。1枚ボールの応酬からラリーに変わってオーバーです。ポイント伊藤。長崎選手サービスがちょっと単調になっていますね。もうちょっとバックに長いサーブを混ぜたりとかして崩していかないと、もうそこのフォア前に来たボールをバックでレシーブできているっていうことはそれだけもう読めてるっていうことだと思うので、サーブの変化が必要だと思います。またフォアだったと思います。5ポイント連続伊藤。お答えしました。コースはほぼ同じ。伊藤がまたバックハンドで返していきます。コースも回転もほとんど同じなの で、 でこの後のバックドライブですね。伊藤のこ少し横に振ってきましたがネットに当たっての相手コートです。もう一度のフォアに大きく振られるっていう怖さはあると思うんですが、浮いた。しかしオーバーです。ポイント長崎です。またここもサーブを変えてきました、まあ、回転も方向ももちろんですし長さも違うコースも違うで立つ位置も変えてくるという。そうですね、もともと卓球という競技は一本として同じボールがないっていうふうに言われているんですけれども、特に伊藤選手の場合それが多いですね。サービス浮いたラリーになるポイント長崎です。今のもサーブそのものは伊藤も踏み込んでいってですね対応していきましたけれども、はい、伊藤選手セブンワンでリードしていた時にフォアのちょっとボンミスをしてからほんのちょっとだけ気が緩んでしまったのかなっていう感じがしますね。長崎3連続ポイント。ロングサーブ使ってきました。そして取ります。4連続。ここでサーブを長いサーブを使ってきました。さあ長崎に連続ポイント続いていますね。はい、こうしてこうですけれども長崎バックに持ち込んでポイント取りました。このラリーで得意のバックで取れますとね、まだポイントリードされているんですが、はい、長崎選手今のラリー打点がすごく良かったですね、先ほどの打点よりももっと早い段階でこうボールを捉えているので伊藤選手のスピードにもついていけました。ロングサービス取りました。ました、ね、長いサービスコースを変えてロングサービスでした。対角線に打ってきました。いや思い切りました。本当にこの2本のサービスは伊藤選手もちょっとびっくりしたっていうのもありますし、ずっとフォア前の意識があったと思う。あ、今のサーブは、そうですね、フォームだけを見たら見える可能性はあるんですが、もうちょっと落ち着いてボールの飛び方とかを見れば分かるようにはなると思います。サービス伊藤2本目はポイント長崎に入って9対9です。先ほどバックに長いサーブを1本、2本目はフォアに長いサーブを出しました、今度は次は何のサーブを出すのか、その読み合いですね。そうですね、もう本当に頭の戦いです。この読んでいた伊藤、ちょっとだけ甘くなってしまいましたね、もうちょっと。またロングサービスだ、アウトです。いいレシーブでした。ちょうどミドルに、長崎選手のミドルにレシーブをしたので長崎選手が思うように自分のパワーを出せずにボミスしてしまいました。10対10になってからは先のまず伊藤です、飛ばしてしまったんですよね、レシーブを。ちょっと躊躇してしまいましたね。大事に行きすぎてしまったような印象を受けます。今度は長崎のサービス、ロングサービスを続けている中ですが今度は短め、今までずっとフォア前に集中して出していたんですが、イブンもちょっと手元が狂ったりとかしやすくオーバーミスしてしまいましたね。伊藤もこの長崎の、まあ、ややフォア側のミドル付近にサービスを打ってきました。
さあ今度は長崎、伊藤はこのポイントを取れば第2ゲームをものにします。ミドルキック、伊藤が取りました。ゲームと伊藤、ロングサービスです。長いサーブを待っていましたね。今はコースもこのフォアサイドの遠いところを狙っていきましたが、伊藤がそれをストレートに打ち返していきました。今度はフォア前、伊藤がレシーブで2本取ります。今伊藤選手フォアでレシーブをしたんですけれども、長いサーブを見越して逆にフォアでレシーブをすることによって両方ちゃんとケアできる。長いサーブに対しても短いサーブに対してもバックでレシーブすることばっかり考えてしまうと長いボールに対して処理ができなくなるので、そういったレシーブに変えたのかなというふうに思います。一方伊藤も最初このロングサービスを打っていきましたが、ストレートに今度は長崎が打ち返します。ミドルを狙ったオーバーです。福原さんからもミドルという言葉が今日も出ていますけれども、はい、このサービスもそうでしたね。そうですね。あと長いサーブを今まで伊藤選手出してなかったんですけれども、今長いサーブ出しましたね。チキタで返した伊藤、お互いミドルを狙い合って最後は決めます。今のはすごくいいミドルでしたね。いくら卓球台のミドルに打ったところで体がもしフォアとかバックにとミドルにならないんですが、はい、今のはいいミドルでした。ネットに当たって相手コートに入りました。サービスも1本、台の横に切れていくサービスでした。サイドラインから横切るようなサービス、ポイントは伊藤に入りましたが、すごいレシーブですね。ここですね、はい、エッジで入っています。まあ、先ほどネットの上は通過しなかったんですが、はい、卓球では相手コートに帰ればネットを通過しなくてもそのプレーが認められます。緊張しているとなかなかああいうプレーができないんですが、伊藤選手リラックスしてますね。狙ってきた長崎、ここは今ミドルに対して伊藤選手すぐに対応してくるので、伊藤選手が対応する前に一歩先を読んで変化をしていくっていうことが大事になってくると思います。今もただ伊藤がつないで、ポイントは伊藤です。今度はフォア前に対して伊藤がバックで返してラリーになって、今はちょっとネットがあったので、ちょっとラッキーボールといいますか、またここからですね。3ポイント差、追いかける長崎、伊藤がこのロングサービスに対応していきました。まあ、この辺りの伊藤の対応力ですね。そうですね、フォア前のボールをバックではなくフォアでレシーブすることによってこう余裕が生まれたのかなっていうふうに思います。回転を伊藤選手前のセットの反省が多分あると思うので一気に畳みかけたいと思ってるんじゃないでしょうか、はい、横に振る、難しい、すごくいい展開ですね。今のは長崎選手を左右に振って後ろに下がらせて甘くなったところを伊藤選手が攻めるというパターンだと思います。ここはお互い下からバック回転を下回転をかけるラリーのところで伊藤が長崎取りました。今3ポイント差です。ポイント10点目、先に2ゲーム取っている伊藤がこの第3ゲームゲームポイントを迎えています。オーバーです。少し長めに長崎選手サーブを出しましたね。ボールがこう2バウンド目は外に出ていくような長さでした。ようなコースに打っていく、そしてバックハンドで取ります。レシーブで
のレシーブに対して得意のバックで返しました。さあ伊藤のゲームポイントは続いています。その伊藤のサービス2本です。台上の汗審判に拭いてもらいました伊藤です。こういう間の取り方も上手ですね。入った、長崎取ります。伊藤も粘りましたがネットに当たったボールで回転も変わる中で伊藤も対応していきましたが伊藤選手反応が早いですね。こう行き過ぎちゃったのに帰ってまたボールを返す、入りました伊藤。第3ゲームも取りました。伊藤が準決勝です。長崎はもう一つも落とせなくなりました。長崎はこのレシーブからも思い切って仕掛けていかなければいけませんか。そうですね。先ほど長崎選手伊藤選手のスピードに対応していったんですね、最後の方、はい、前のゲーム。ただ69の時に前のゲームのタイミングを変えて伊藤選手がタイミングを変えてそれについていけなかったのでそういった部分の対応も同時にしなきゃいけないなというふうに思います。長崎にポイントです。伊藤選手このゲームストレートを積極的に使っていこうとしていますね。もちろんクロスに打つことによってこうボールが鋭利になるので、はい、こうコースが広くなり下がるっていう下がらせるっていうメリットはあるんですがストレートは、まあ、線が短いっていうこともありますし相手があんまり準備してないっていうメリットもありましてそこで思い切って攻めていくパターンになるのかなっていうふうに思います。この後今1本、まあ、ストレートミドル気味に打っていきました。ただそこを長崎はバックで対応していきました。レッド1球目2球目のラボールからの展開がそれでしたね。ストレートを狙っていました。今度は、相手の動きを見るように今のもストレートですね。この後ですね長崎はもう踏み込めませんでした。タイムアウトですね。ここで4-1レッド4-1サービスやり直しです。毎回サービスの位置も種類も変えていますね。長崎にポイント入りました。タイムアウトを取って1本取りました。はい。次のサービスどのような指示を受けたのかが出るのかなっていうふうに思います。そのところを狙っていきますがネットに当たっています。サービスもう一回やり直しです。サービスをまた変えてくるのか。またフォア前伊藤バックで対応します。おっと3-4長崎のフォアが湧いていましたが2人とも台を目いっぱい使っていますね。こうお互いにサイドを切り合うボールすごくレベルの高い試合だと思います。サイドラインを横切っていくようなボールです。伊藤がこのバック打点が早い今のボールですね。ストレートにバックで思い切って打っていきました。レッド5-3 6-3今度は伊藤同じようなコースに続けてそのサービスで取りました。サービスの回転は変えましたね。ただちょっとネットにかかってオーバーミスをしてしまいました。高く上げて3-7いいサーブですね。今のサーブハイトスとともにこうサービスの変化に加えていますね。バックで押し出すように決めていきます。
あのバックドライブもあるんですが、今ちょっとこう、はい、プッシュ気味にですね、あれはもう異質ラバー特有のレシーブですね。さあ伊藤8対3リードを広げています。長崎選手サービスを変えました。今まで出していないサービスの形で長いサーブをバックに出しました。連続ポイント4で止めた長崎、サービスは伊藤に移ります。今度は真ん中付近からのサービス、伊藤。抜いた。で相手が悩んだりすることによってさらにミスを誘っていますね。伊藤10ポイント目、マッチポイントを迎えます。伊藤が決めました。第4ゲームも伊藤取って4対0。高校3年生長